にちは。アナログ手書きの浜根先生です。プロのカリグラファーとして20年以上活動しています。今日は手帳やカレンダーに使えるおしゃれな文字のご紹介です。モダンカリグラフィーポップスタイルで月の名前や数字を書きます。お使いの手帳のサイズによって書きたい文字サイズが異なりますので、今日は3本のペンを使って同じ書体を書いて雰囲気の違う書きやすさ、使いやすさなどを見ていただけたらと思います。それではまず1本目のペン、こちらペンテルの筆タッチサインペンです。こちらはブラッシュペン、いわゆる筆ペンで、サインペンタイプなのでモダンカリグラフィー初めてさんにも使いやすいでしょう。太さと細さの差が出るので太めに書くときにおすすめです。2本目はこちらパイロットの筆任せ極細です。こちらもブラッシュペンタイプでペン先が固めなのであまり太さが出ないんですが、その分安定して書くことができます。こちら最後桜のフィグマ003です。こちらはブラッシュペンではなくいわゆるミリペンです。細い極細の線を安定して書くことができるので小さく書きたい時に大変に重宝します。それでは一つ一つのペンで月の名前と数字を書いていきますので、ぜひ続きをご覧ください。どうぞ。まずは筆タッチサインペンから書いていきます。月の名前1月ジャニュアリーから書き始めています。この書体はモダンカリグラフィーのポップスタイルです。下ろす線が太く上がる線を細く書くことが基本です。丸みのある書体なのでとても可愛らしく仕上がります。筆記体のようにつなげて書くことがポイントです。文字のベースラインや傾斜を揃えないことで自由な雰囲気に仕上がります。大文字の文字サイズはだいたい10ミリ1センチで書いています。角度を変えて見てみましょう。文字数が一番多い月は9月セフテンバーですね。文字が入るかなと思った時はセフテンバーで書いて試してみると良いでしょう。おしゃれな文字というのは場所を取ることが多いので思ったよりも大きく書ききれなくなるといけません。次は数字です。傾斜を揃えてこちらを書いています。文字の始めと終わりに小さな動きをつけると洒落た雰囲気になりますね。2本目は筆任せです。極細タイプを使っています。ペン先が固めなので太さがそれほど出ませんが、しっかり線の強弱がつくので手帳で目立たせたい小さめの文字に重宝します。1本目よりも文字が小さくなっていることがわかります。文頭の大文字はだいたい7ミリのサイズです。ご自身が書きたい文字サイズに合わせてペンを選ぶと良いですね。数字もこのように小さいですが洒落た感じを残して書くことができるのが筆ペンの良いところです。最後はシグマの003。同じようにモダンカリグラフィーポップスタイルを書きます。かなり小さく書くことが可能で大文字のサイズは約3ミリです。最初に書いたペンの3分の1ぐらいのサイズ感の文字になっています。シグマの中で一番細いペンですので、もう少し太さが欲しいなどあったら別のサイズまたはボールペンなどを使うと良いでしょう。こちらが実際に書き入れたサンプルです。太く目立たせたいときはブラッシュペン、
小さく書きたいときはミリペンを利用すると良いでしょう。ぜひ皆さんの手帳にお役立てくださいね。それでは次回の動画もお楽しみに。さようなら。